はい、おばんでございます。斉藤明でございます。今日はですね、まあ、グルジャン買って、まあ、コロナワクチンを接種してから、まあ、10日 ?10 日11日目ですかね。もうそうなりましたんでね。そうそう、もう、お酒解禁といきたいと思いまして。早速、まあ、クロス上がってから、お酒買ってまいりました。何を買ったと思いますかね。日本酒？ブッブー！日本酒じゃありませんよ。日本酒じゃない。じゃん。あ、これです。荒和座桜島。鹿児島市本社になります。本坊酒造さんの焼酎でございますね。こちら。磨き蒸留芋焼酎。荒和座桜島。2009年特許取得の宮城蒸留により生み出された蒸留もろみに対流を起こす独自技術により芋特有のコク、旨味、香りなどを滑らかで軽やかな味わいと仕上げた宮城蒸留ということでね、こうもろみに対流をっていうことでね、マルセイユルーレット、時短ですね。開封すると芋の香りが、なんかこれを嗅ぐのも久しぶりですね。岩川さんのあの焼酎飲んで以来ですか。では行きます。香り立つ。これグラスでございますね。で、このグラスというのも実は以前楽天市場の本坊のホームページで直販でね購入した時にもらった特典のグラスだったりします。今日はですね、コンビニで、オンザロック買いましたので、そのオンザロックでいきたいと思います。本当にね、軽やかなっていうか、芋焼酎の味はするんですけども、これがスーッと、本当、まさにドリブルシュートの、ドリブルシュートのね、ドリブルのミドルシュートがゴールにそのまま突き刺さるような感じの爽快感があっていいですね。南薩摩伝統の技にこの磨き木蒸留というのをね加えて、これ2009年ですもんね。2009年っつったらあの柴崎とかがね高校の時代ですもん。まあ、そしてまあ柴崎ってことは大迫勇也もかな。実はこの荒技のイメージキャラクター大迫勇也選手なんですよ。技によ世界品質ということでね、まあ大迫選手といえばね、ヴィッセル神戸、今度10月の24日、トヨタスタジアムグランパス対ねヴィッセル戦ね、まあ会えたらいいなあ、なん見られた生で見ることが出てきたらいいなってちょっと思っておりますけど、はい。で、おつまみ、どん、カツオね。カツオといえばね、鹿児島県の枕崎。あそこもね、カツオ漁盛んですからね。行ってみましょう。うまいものは、うまいものは、うまいって。あ、これメーカー違うか。すいません。はい。ということで、はい。
ツオの、ね、独特のブラッディーなね味わい、これにさあこの荒技を流し込みます。なんか傷口に清水を振りかけたようなそんな気分ですね。うん、傷口に注ぐ陣のようだねって歌ありましたけど、なんか傷口に触れた清水の感じで、うん、それでもまあカツオの旨味はね舌に残っておりますけど、うん、はい、ということでね、ほんとやっぱりこの荒技、新技と書いて荒技、ほんと半端ないって思います。まあ、この味もともかくなんですけど、これ実は盛岡市内のスーパーイオンじゃないです、イオンじゃないスーパーで買ってきたものなんですけど、税込みで1000円切ってんです。税込み価格1000円以下で、こううまい本格的な芋焼酎飲めるってなるとね、ほんとコスパも半端ないってって感じですよ。岩手県のね、純米でもね、4桁いきますもん。税込みで4桁切る、1000円切るっていうね、すごい。いや、おすすめです。いや、皆さんもね、宅飲みにいかがでしょうか。はい、まあ、大迫選手もおすすめ。なので、サッカーファンの方は一度、焼酎ね、自信がある方は、一杯いかがでしょう。というわけで、斉藤明でした。ご視聴ありがとうございました。